チャールズ・スチュアート・ロールズは自動車と航空機の尖閣者。彼はフレデリック・ヘンリー・ロイスと共同で自動車製造会社のロールス・ロイスを設立した。彼はイングランドのボーマス近くで実演飛行中蒸気ライトフライヤー号のビブが破断して墜落し飛行機事故で死亡した最初のイギリス人となった32歳だった。ロールズは初代ランガタクの三男として ロンドンのバークリースクエアに生まれた。ロンドンの生まれとはいえ、彼は、ウェールズのモンマス近くにあるザ・ヘンドレの先祖代々の家との絆を大切にした。バークシャーのモーティマービッカレージ予備学校に通った後、イートンカレッジで教育を受け、そこで彼はエンジンへの興味を強め、ダーティ、ロールズというあだ名をつけられた。1894年には受験のためケンブリッジの私塾に通い、 トリニティカレッジに入学後は、機械学と応用科学を学んだ。1896年、18歳の時に彼は、パリに旅行し、彼にとって、初めての車となるプジョーのヘイトンを購入し、フランス自動車クラブに入会した。彼のプジョーは、ケンブリッジ在住者が所有した最初の車と言われており、ウェールズで最初に所有された3台のうちの1台である。自動車橋の走りとも言える。 彼は、セルフ・プリペルド・トラフィック・アソシエーションに参加した。この団体は、赤旗法が自動車に課した制限への反対運動を展開し、後ロールズが設立メンバーともなった、イギリス自動車クラブと合併した。ロールズは1898年に、ケンブリッジ大学を卒業した後、蒸気ヨットのサンタマリア号で働き、ついでクルーのロンドンノースウェスタン鉄道に勤務した。 しかし彼の才能は実務的な技師としてよりは販売術及び自動車業界の尖閣者という分野で発揮された。1903年1月、父から6600ポンドの援助を得て、ロールズはイギリスで初めてとも言える自動車販売店 CS ロールズ &CO をフラムに開き、フランスのプジョーとベルギーのミネルバを輸入、販売した。ロールズは長身であり、 身長が約1.95メートルあった。自動車クラブの友人でありロイスの取締役でもあったヘンリー・エドマンズはロイス 10HP をロールズに見せた上で1904年5月4日マンチェスターのミッドランドホテルにおけるロールズとロイスの歴史的な出会いをセットした。ロールズは3気筒ないし4気筒の車を好んでいたが2気筒のロイス 10HP に感銘を受け 後1904年12月23日に交わした契約において、ロイスが生産しうるすべての車を引き受けることに同意した。それらは2、3、4、6気筒の車で、ロールス・ロイスの気象が付けられることになった。ダービー産業博物館のブロンズ郷像、ロールス・ロイス初の車となった、ロイス 10HP は、1904年12月に、モンディアルドロトモビルで披露された。 初期の宣伝では、ロールズの名が、ロイスの名より強調されていた。1906年に、両名は、ロールス・ロイスを設立することによって、提携を正式なものとし、ロールズは、技術管理取締役として、年俸750ポンド、加えて、収益で1万ポンドを超過した、分の4%を受け取ることになった。ロールズは、財政的な保障と事業における、 洞察力を提供することでロイスの専門的技術を補完した。1907年にロールスロイスはロイスの自動車部門を買収した。ロールズはロールスロイス車の静粛性と滑らかな走行性能の宣伝に大いに努めた。1906年末には渡米して新車の宣伝販売を行った。1907年にロールスロイスはその車の静粛性と 信頼性によって賞を受けている。しかし1909年にはもう、ロールズの事業に対する興味は薄らいでしまい、その年の暮れに技術管理取締役を退いて社外取締役となった。ロールズは航空機の尖閣者でもあり、元は170回以上の飛行を行った北間乗りであった。彼は1903年にロイヤルエアロクラブが、 設立された時の設立メンバーであり、それが発行する飛行ライセンスを得た2人目のイギリス人である。1903年、彼は最長単独飛行時間によってゴードン・ベネット金メダルを得た。1907年、ロールズはますます飛行機に関心を寄せるようになり、飛行機用のエンジンを設計するようロイスを説得したが、ロイスは同意しなかった。 1909年にロールズはライト兄弟のライセンスの下でショートブラザーズが6機生産したライトフライヤー号のうちの1機を購入し200回以上の飛行を行った。1910年6月2日、彼は史上初めて飛行機でイギリス海峡を無着陸で往復した。所要時間95分はルイブレディオに勝るものだった。イギリス海峡東端を 初めて飛行機で横断したことにもなる、この異名を称して、ロイヤルエアロクラブの金メダルが彼に与えられた。この飛行を記念する像が、ドーバーとモンマスの広場に建てられている。モンマスのアジンコートスクエアにあるロールズの像、モンマスシャーのランガタクビボンアベルにある、ロールズ一族の墓1910年7月12日、32歳の時、ロールズは、 ボーンマスのヘンジストベリー飛行場で実演飛行中、蒸気のライトフライヤー号のビブが破断して墜落死した。彼は飛行機事故で死亡した初めてのイギリス人であり、世界では11人目に当たる。モーンマスのアジンコートスクエアには彼を記念する像が建てられ、そこでの彼は服用機の模型を手に取っている。か、サンピーターズカトリック総合中等学校の奥まった。 運動場にも彼を記念する像があり、そこはヘンジストベリー飛行場の跡地にあたる。ケントのドーバー港にも彼の像があり、これは1910年6月2日に初めて無着陸で海峡を往復したことを記念したものである。彼の墓はモンマスシャーで比較的よく知られた一角、ランガタクビボンアベルの教会にあり、そこには ロールズ一族の多くが様々な家族の墓に分かれて葬られている。彼の墓は乱画卓底のすぐ下にあり、墓碑にはこう刻まれている。祝福されし、ものは心清らかなり、彼ら神にまみえんがため、ありがとうございます。